ニューヨークタイムズビルはアメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタンクミットタウンのウエストサイドにある超高層ビルである。設計はイタリアのレンゾピアノ。高さはクライスラービルと同じ319メートルで52階建て。2007年に完成した。2020年現在ニューヨークで11番目に高いビルである。ビルの所有者はニューヨークタイムズを発行している。 ニューヨークタイムズカンパニーとホスターシティエンタープライズ。主要なテナントはニューヨークタイムズ、ボストングローブおよびインターナショナルヘラルドトリビューンである。ポートオーソリティターミナルの向かいの8番街の40丁目と41丁目の間に位置しており、1年早く完成したハーストタワーとともに8番街の新しいランドマークとなっている。ニューヨークタイムズタワー。 www.emporis.com 2020年12月22日閲覧。ab ニューヨークタイムズタワー www.skyscrapercenter.com カウンシルオンタウルビルディングス＆アーバンハビタットザスカイスクレーパーセンター2020年12月21日閲覧。ニューヨークタイムズビルディング スコヨースクレーパーページ、Wikimedia ンズには、ニューヨークタイムズビルディングに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。